ゴルファーのためのクレジットカードゴルファーズプラスカードが登場しました。このカードはポイントカード機能、クレジットカード機能、さらにゴルファー保険が一体となったカードです。このカードで決済すると最大 3% のポイントが還元されるので、そのポイントを使ってたくさんゴルフに行きましょう。このカードにはゴルファー保険がついているので安心してゴルフを楽しむことができます。ゴルファーなら持っていて間違いなしのカードなので、お早めにお申し込みください。はい、こんにちは。こんにちは、コノミンです。ガブリエラ・レイコです。リカです。はい、カメラ順です。今日はですね、コースデビュー企画の2回目のレッスンになります。はい、はい、2週間前初めてやりましたけど、はい、その後練習とかってできてますか？行きました。お、行きましたか？えらい、すごい。行ってないです。行ってないすみません、行ってないです。行ってないです。でも、あの、室内で練習できるようにちょっとこれから手配するので、個人的に行ってもらえるようにしたいと思います。今日のレッスン、先生お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。アコーディオゴルフ所属の PGA ティーチングプロの林正人です。よろしくお願いします。お願いします。林くん、今日は何を？まあ、今日は、まあ、一番飛ぶ、まあ、ドライバーっていう一番長いクラブなんですけど、まあ、基本を復習して、で、ちょっとドライバーを実際に打っていただこうかなっていう感じでちょっと考えてます。じゃあ早速やっていきますか。やっていきましょう。はい、はい、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前回、まあ、割と筋肉痛とかは来ました？来ました。まあ、今日ちょっとそこに伸ばして、腕だったら、まあ、こう手首から伸ばして、すごい、もうアルチビオゴルフウェア着てるじゃないですか。そうなんです、一丁前に形から入るっていう練習場なの。全然当たってないですか？いいですね。で、よいしょ、やった。おお、めっちゃ当たってる。練習しといてよかった。体使うの体重移動って言うんですけど、フルスイングから体重移動は絶対しないと、あ、ボールが前にしっかりと飛んでいかない。特に今日やるドライバーなんで、うまく打ってたら、まあ、当たらない。で、飛ばないんで、アイアンで今、打ってるもの、一回、素振り、ボール打たなくていいんで、しっかりと、まずはトップって言って、彼も一番上の時に、右足一本でちょっと立ってもらっていいですか？ちょっと左足浮かして、はい、必ずもう全体重がもう右足にこう乗ってるなってぐらいまで右に移動して、はい、で、今度そこから左足のかかとをグッと踏みに、そうすると今自然に体重が左に乗ったのが分かる。なるほど。今浮いてた足をかかとつかせに行っただけで、なんかちょっとこう踏み込んだ感じ、感覚的に。その感覚でボールを最初の頃はもう右足に全部乗せていいんで、で、左足を踏んだこの動作と一緒に体を回す。そう。で、上げて踏んで体を回していくうちにいったら、今度右足を同じように浮かせたい。そうそうそう。上げて踏み込んで右足を、そう。じゃあ誰が一番ブン入れるか。ブン、はい。まあ、早く振るんですか、早く振れるかをちょっとやりたいんですけど、まあ、最初このヘッドあったら難しいんで、逆に戻るのかこれですか、はい、まあ、先端これ軽い、じゃあこれで、じゃあさっき振ってもらって多分グンと落ちまると思うんで、これはこうですか？そう、普通のまあスイングだと思うんで、今の左足を浮かした状態から踏み込んで振る、で、音を風を切る音をちょっと鳴らす。うわ、すごい、いいですね、はい、じゃあ続いて上げて思いっきり風を切って、やだすごい、なんでそんな風が出るの。じゃあちょっとこれ一人10回振りましょうか。10回。ボールを捉えた先、捉えたから足に引き、左足に乗るところのこの位左側でグンと音を鳴らせるように続いて10回。え、
だから最初から勢いよく振ったらこっちで音鳴っちゃう。音を鳴らすままで左サイド。おいい。風切るよ。鳴ってないぞ。鳴ってないぞ全然。もっと鳴る。もっと鳴るよ。あのこのカメラが音拾えるぐらいまでブーンって鳴らない。あれ。鳴ってない。あ、じゃあ通常持ちに直して。で今度比べてもちろん重いんですよ。同じイメージで左サイドでブーンって音が鳴るように。はい。もう普通にマットに。テントをつけていいんで、それでちょっと振ってみましょう。あ、いいんじゃない？はい。左でテントになるように。立ってない。全然音は出ないです。まあそうですね。音は出ないです。だけど、じゃあさっきまでこうやって自分でこう合わせに打ってた時と、一個前にこうやってブンって振ってた時のイメージで振り切る感じはどう違います？違います。体の方が動いてる感じ。そう、体を使わないとやっぱ早く振れない。このヘッドがついててブンって鳴ったら多分ドラゴンの選手ぐらいヘッドスピードあると思うので、はい、まあ、そこまではいいんですけど。振り抜けが良くなりますね、はい、じゃあ今のこの、まあ、右足から左足に踏み込んでボールを打っていく。このイメージのまま、はい、ドライバーに行きたいと思います。はい、次にドライバーがこれを持ってもらって、はい、あ、長いんですね。そうです、長いです。一番長くて、まあ、一番飛ぶんですけど、クラブヘッドって言って形違いますね。なんかでかいし、まあ、でかい方も当たりやすいなってイメージ持ってればそれでいいですけど、で、ドライバーでこうティアップって言って、まあ、ボールを乗せて打つんですけど、アイアンに比べてこのフェイスモンって言って、この角度が圧倒的に立ってるんですけど、立ってるんですよ、ソフト角度が。なんでボールが上がりにくい。なんで少しでも上げるために浮いてるものを打つ。石川遼選手には直ドラっていう技もあるんですけど、基本はティアップしてるんです。で、ティアップして打つってことは今言ったように、振り上げ高く飛ばしたい。アイアンでこうボールを打ったら、最下点のボールから先を打ってます。ドライバーはスイングしたら最下点のボールの前に行く。で、上がっていく最中に捉える。なので、こう上からボールを打ちに行くんじゃなくて、必ずボールを、まあ、右サイドの下から、ポンと。上げる。そう。自分からボールをどっちかってこう、払うように上からボンって打つんじゃなくて、必ず下からこう打ったりぐらいのイメージでちょっと打ってもらうんですけど、まあ、多分コースに来てばティアップって言ってティー刺してボールも落ちるんですけど、高さバラバラになると思うので、一応目安はこのクラブヘッドからボールが半分ずつぐらいが、まあ、一番いいよって言われてますけど、まあ、人それぞれなんで、あくまで目安で覚えてるように合わせたときに、まあ、半分出るぐらい、これだと気持ち低いところはあるんですけど、そしたらここの練習場だとアップって押すともうこう上がるってことで、ちょっと自分ティアップの高さを、まあ、合わせてもらって、じゃあ実際に、はい、どうぞ。それはどうだろう。これはやりそう。それボール多分1個分ぐらい出てるから、それ高すぎますね。これくらい。最初はこれか、はい、まあ、これでもいいんですけど、これだと低いから当たんないんで、これぐらいでいきましょう。はい、はい、これなんか長くなったじゃないですか、はい、どの辺を持つのは変わらない。まずは相性です。で、長いんで、さっきよりアイアンに比べてボールとの距離が遠くなって OK。ちなみにこのドライバーは取れちゃった。え、どうした？あった。どういうこと？こうなんだよ。取れちゃった。いいよ。怖い。
えと思って、そんなこと起きたことない。まあ、ボール打ったら勝手に引っ込んで新しい出してくる。超綺麗。いいね。で、ドライバーはアプローチみたいに腰から低い位置っていうのはまず打たない。もう常にフルスイングにしか使わない。なんで最初やったように上げ、一番上まで上げて、そう右足上げる状態から踏み込んで。イエーイ、ナイス。おお。アイアンより上手いです。最後フィニッシュ止めましょう。上で雑になってます。止まる、まとまる、もっとピタッと止める、もうピタッ、そう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 、止める。ああ、体感がない。なんかもっとゆっくりでもいいかもしれない。なるほど、ね。まあ当たってはいるんですけど、ボールクリーンヒットしてるっていうよりかは、今この下のゴムをこうですか、打ってボールを飛ばしてるんで、本当はこれだけクリーンヒットすれば今の倍は多分飛ぶと思う。今のこのヘッドスピードで判断したら、このボールを空振りする。それはあれですか、ゴムを叩いちゃうから。そうですね、結構もう左に打ち込む癖が強いのと、まあ、ティーを打っちゃうので、あえてちょっと下を当たらないように空振りする、負を切る。うん、大体この練習、まあ、した後って大体初球が当たるんですよ。はい。ちょっともう2球ぐらい。はい、すごい。初球が当たるんですけど、もう2回か3回振っちゃうと、今度これを空振りじゃないけど、唯一のイメージ変わっちゃう。器用なんで、ちょっと癖でもう、なんかボールの位置って言って、はい、もう構えた時に、自分の足の間に、どの辺にボールを置くのかを決めた方が、常に同じスイングしてるとか、同じ場所に当たりやすくなるので、こうスイングしてて、体の正面が最下点になるんです、基本的に綺麗なスイングしてる。ってことは、最下点にボールがあったら、あ、こっちに行っちゃうんですか。お最下点が、子が振ってきて、自分の体の正面にボールがある。正面にボールがあるときは、こう打っちゃうと、はい、T を打っちゃう。はい、あ、これを打っちゃう。そう。なんで、このドライバーのときはボールの位置はやや左にあった方がいいので、もう少し内側に行く。それは気する。そう。で、右足をもう少し肩幅よりもちょっと開く。で、今ここが最下点、正面なので、はい、こう打ってきて、はい、
最下点からこう上がっていくときにやってこられる。今まではなんとなく棒の位置気にせずに打ってたんですけど、はい、今のこの感覚もう一回じゃあ詳しくつけましょう。こっちはそう、これ今真ん中に感じます。はい、感じます。じゃあ左に感じるぐらいまで逃げしてずらしましょう。そう、こんな感じ。はい、ここにさっきやった空振りすべきボールがあると思う。はい、このボールを空振りして、うん、こっちを打ってます。ここにあると思って、そう、ここにボールがあると思って、欲しい、もう一回、今のいいですね。今の感じで懐かしい。こう、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 こう飛びたいのに、うん、こう高さがないのはどういう当たり方をしてるんですか。ピョンピョン、ちなみにそのピョン振ってもらっていいですか。あ、わかりました。今のチョンみたいな球っていうのは、はい、ああ、こんな感じ。今のは振り切ってないんだ。で、じゃあ今言ってる球を上に飛ばしていきたいと思います。これなんか違い分かりますか。これと、これと。作ってる、作ってるように見えるっていうのは、さっきまでのアイアンはどっちかってこうやって一歩出すのに左に体重乗ってるんですけど、ドライバーはボールを捉えるときは右に残るんで、ちょっとこういう風に作ってるようなイメージになります。でそれがまあ体重移動しながら打てると理想なんですけど、最初の頃はまずボールをこうポンと飛ばすように、こっちからガンって打つんじゃなくて、ちょっと体重が右に乗って自分の正面から、多分言葉で説明してもなかなか難しいと思うんですけど、でも運動センス高いんでいけると思うんですよ。うん、うん、作って打った後はしっかりと休みながら、そう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 、あ、いい感じ。今のいいですね。50を超えました。うん、正直今ぐらいの高さが出てれば、まあ、コース行ってもそこまで変ではない。飛ばしたい。めっちゃいいよ。ドライバー打ったら次7番打ってでアプローチして、全部1球ずつを何回も何回もルーティーンでやってきます。今まではドライバー何球も連続で打ってたんですけど、コース行ってもドライバー打ったら終わりなんで、それに慣れるために最初ドライバー